ちょうど仕事上がりなの。2年ぶりになるかしら。お前が突如政界を離れて渡英した時は驚いたよ。今は政治よりもビジネスに興味があるの。うん。で、相談というのは？相変わらずせっかちね。いいわ。実はうちの銀行の上層部の手引きでマフィアの資金のロンダリングが行われてるみたいな。ロンダリング？確証はあるのか？管理名簿の中に巧妙に偽装されたファイルがあるの。強固な防壁があって中身は確認できないけど、おそらくは裏帳簿よ。マフィアの資金を一旦銀行側がワインの形に変えて保管、値上がりした後に再度換金するというからくりか。それに銀行とマフィアの間を仲介する第三者がいるはずなのよ。ただそれが誰なのかはつかめない。その証拠さえ抑えられればまとめて検挙できるはずなの。ねえ、手伝ってくれない？パイプ役が誰なのか、その証拠を一緒に見つけてほしいの。知らないふりをして汚いビジネスの片棒を担ぐのは嫌なのよ。しかしここはイギリスだ。完全にわしの管轄外だよ。下手に動けば越権行為だ。それに市場で動くわけにはいかない。あなたの口癖だったわね。そうだ。そっか、やっぱりダメよね。わかったわ。じゃあもうこの話はやめにしましょう。久しぶりに会ったんだし、昔話にでも花を咲かせましょうか。